毎度熟成寿司リーダーです。今日はめっちゃくちゃ、まあ、寿司屋にして一番僕嫌な作業なんですよ。作業というか仕込みなんですけど、寿司屋のガリ、これだけほんまどないかならんかなと思って、まあ、でもずっと考えてるんですけど、めちゃくちゃ時間かかるんですよ。むしろこれ動画見てくれてある人で、いやいやなんでこんな効率悪いことしてんのとか、いやこうしたら美味しいでとか、むしろ既製品で店とかになんか売ってて美味しいガリとかあったら正直教えてほしいですね。もうある程度僕ガリは美味しかったらもう買いたいんですよ。時間めっちゃかかるんでね。まあ僕の手が遅いっていうだけなんかもしれないですけど、とりあえず今日、いつも店で仕込んでるガリ、結構いつも大量、もう何回もやんの嫌やから、めっちゃ大量に作るんですけど、だいたい 2,3 ヶ月でなくなるんですよ。うちみたいなこんなカウンター9席しかない店で、しかも1回転ですし基本ね、で3ヶ月でなくなるってことはあんだけ作って、だいたいいつも5キロ作るんですよ。そんなペースでなくなんで、他の寿司屋さんどないしてんのかなっていう。だからもしこれお寿司屋さん見てはったら、ちょっとガリの作りちょっとほんま教えてほしいです。こんなにした方がええでとかってことで、俺ね、これこんなんあんねん、生姜サンタクロースやんっていうね。マジほんまこれ、もうこれ見るだけで嫌なんですけど、これね、でもこれこれでね5キロ、ほら こんなあるんですよ、こんだけで。これをまあ1日で今からね仕込んでいくんですけど、ちょっと作業工程見てガン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 コメント突っ込んでください。よろしくお願いします。でまあ工程としては、皮むいてスライスして、スライスしたやつは2回湯引きして、で甘酢に仮漬けして、で仮漬けしたやつを、時間経ったやつを30分40分ぐらいかな、やつを本漬けして終了なんですけど、まあ時間かかる、これほんま嫌いやから。まあやっていきます。よし、やっていきますわ。見てくださいこれ、この量わかりますこれ、もうほんま嫌やねん。あーもう嫌なんて嫌でこれをですね、まあ今これ土とか形も異物やし、土とかついてるんで、スライスしやすい大きさに、生姜をね、まあちょっと角取るっていう作業をねしていきますわ。要はもうこんな形じゃないですか、これを。まあ言うたらこんなもう形悪いから、スライスしやすいようにもう薄く薄く、もう角と汚れと、こうやってこんな感じです。この形に、とりあえず一遍この形にしていくんですよ。でこういうのもこんな形でスライスできないんで、こんな形でね、で端取る、でこの端の汚れっていうのもある程度こう大型もうパッパッと落とす、まあ大体でいいんでね。でこれらをとりあえず今からこの分やっていきますわ。でやっていく最中の動画はそんなもう一生流れてるのクソほどおもんない動画になるんで、とりあえずカットします。では今からこれ頑張ります。よし、これで第一ステップは終わりました。見にくいな。こんな感じですね。あんだけ山盛りあったんが、まぁ、ちょっと傘減って。で、角と、汚れのね、汚れの角とか、この辺を、こう、やって、で、このスライサーで、こう、スライスしやすいようにした状態です。で、こっからよ、また。こっから、今度ね、この皮を剥くんですけど、まぁ、包丁でこうやって剥いてもいいんですけど、僕、そんな包丁使い方あんま上手くないんですよ。うまくないし、手遅いから、この皮むき器で、こう、なんちゅうかな、パーってやったった方が、早いし、ほんで、薄くスライスというか、薄く皮むけれるんで、生姜も無駄発生しないから、余計いいかな思って、今からこれね、こんだけある生姜を、この皮むき器で、
全部とりあえずツルツルにしていきますわ。で、ツルツルにしたら、そっからスライスかけていきます。ちなみに今ここまでの大きさにするだけで、何分や？あ、13分かかってますわ。まずこの時点で13分かかってるでしょ？で、今からまた何分かかるか、ちょっと測りながらやっていきます。ではではまた、綺麗になった後で会いましょう。今やっと終わりましたわ。あー、疲れてきたな。あー、帰りたい。帰りたいけど、とりあえず、こんな感じでね。まあ、5時44分、45分か。45分ですわ。大型30分ですね。30分かけて、これとりあえず、ツルツルにしました。で、今からスライスしていくんですけど、なんか、僕何回、2回目やったから、2回目の時にもうこれ別にある程度皮ついててもいけんちゃうかなって思ったんですよ。だから何個か皮つけたままスライスして、で、スロボでかけてガリ作ったんですけど、なんちゅうかな。やっぱ皮めっちゃ残るんですよ。食べた時に。で、口に残るんで、あー、やっぱりこれ取らなあかんねんなーっていうので、今、綺麗にね、今は取ってますわ。で、これやるだけで30分。で、切るのに15分でしょ？今45分もかかってんすわ。で、こっからさらにまだ時間かかるから、とりあえず今からスライスしていきます。で、そして、これを今からこう、このね、これ、名前めっちゃダサいんですけど、めっちゃ使いやすいね、これ。知ってる人いるかな？便利なっていうね、スライサーなんですよ。で、このでかいスライサーで、この生姜をね、こうスライスするんですわ。で、これまあ、これ意外にこう簡単そうにやってるけど、これ意外に難しいんですよ。やってみて。みんなこんな早く絶対できへんと思うから、最初は。最初こんな早できへんし、で、これね、勢い余ってこう手、ぶわ、切ってまうんですよ。で、ここ、切れって血まめるようになった時、マジで痛いから。で、まあ、そんな話ほっといて。これぐらいですね、うちの生姜は。結構ペラペラなんですよ。もう、こうやって、指でこうやって、ぴょんぴょんぴょんってなるぐらいペラペラ。なんでこんなペラペラにしてるかって言ったら、うちの生姜は、まあ、あまり食べて、まあ、寿司のお口直しにね、合間で食うやつなんで、どこの誰もそうやと思うんですけど、だから、できるだけ、薄くしないと、辛さがね、分厚すぎたらやっぱ辛さが、生姜の辛さが勝ってまうんすよ。だから、うちはある程度、薄めにスライスしてます。まあ、このガリの味なんか、言うたらお寿司屋さんによってもうマジで1000通りぐらいあるんちゃうかなっていうぐらい味違うじゃないですか。めちゃくちゃ辛い寿司屋もあるし、あれでもね、僕めちゃくちゃ辛い寿司屋、あれどうなんかなとほんま思うんですけどね、美味しいとは思わへんし、ほんで辛すぎるから、なんていうんですか、ずっと口に残ったまま、口の中残ったまま、次の寿司食べなあかんし、なんか口の中ヒリヒリしながらまた次の寿司入れるみたいな、あれ何が正解なんかなと思うんですけど、まあお客さんが教えた正解なんでしょうけど、僕は辛いガリあんまり美味しいと思わないですね。で、うちのガリは、まぁ、ちょっと薄めにスライスしてるし、で、つける甘酢も、ちょっと甘口なんですよ。めちゃくちゃ甘いわけじゃないですよ。めちゃくちゃ甘くはないねんけど、甘口にしてるんで、もう、当てだけ、ガリだけで、食べれるぐらい、もう当てになるぐらい食べやすいんですよ。だから、うちに来てくれはるお客さんの中でも、お女性もせえし、もうほとんどいうとここのガリ美味しいわ言うてめっちゃ食べてくれるんですよ。で、僕も最初はね、喜んでたんですよ。あ、ガリ美味しいって言ってくれてよかったとか、まあもう一番美味しいわここの店って言ってくれたりとかね。で、ガリも美味しい言ってくれてよかったんですけど、よう考えてくださいよ。こんだけ言うたら仕込みめんどくさいわけじゃないですか。で、これガリってタダじゃないですか。で、タダの仕込みをしてて、で、いっぱい食べられて。で、また仕込まなあかん。この悪循環がちょっと脱したいと思って、一瞬僕ガリをあえて、まずく作ろうかなと思ったことあったんですよ。一瞬ね、めっちゃ辛く作って、お客さんあんまもうなんか進まないような感じに一瞬思ったんですけど、
やっぱね、やっぱせっかく店来てくれてんのやったら寿司もそうやけど、やっぱガリにまで美味しく食べてほしいという気持ちが勝ってしまったんですよ。だからこういうね仕込みも頑張らなあかんと思ったんですけど、とりあえずこの仕込みほんまに僕時給2000円出すんで、誰かほんまにやってほしい。この一連の流れ、時給2000円出します。コメントで待ってます、返事。ほんまに2000円でやってくれる人僕待ってるんで、ぜひぜひ連絡ください。でまあね、こういう感じでスライスしていくんで、で今からとりあえず動画カットして、で出来上がった時の動画まだ流しますが、これ多分おそらくやから30分以上絶対かかるということで、今からやっていきます。あー、やっと終わった。40分かかりました。なんやかんやで、もう早く帰りたいで、これねできました。これね、これはもうずっとこうやってこうやってすり続けて、一盛りがこんな感じになります。で、これをまたさらに、1回かもしくはその味見てから2回茹でこぼしするんですよね。で茹でこぼしすることによって辛みが抜けるんですよ。このまま酢につけると、甘酢につけるとめちゃめちゃ辛いんで、まあ辛いかガリを作りたいっていうんであればいいでしょうけど、もうめっちゃ辛い、こんなん食われへんから、とりあえず今からね、2回下茹でか1回下茹でしていきますってことで、よしで、この生姜のこんな感じですね。これ沸騰した後なんですよ。でこの沸騰したやつを1回ガーッと1回流します。あっついわこれ、めちゃくちゃ暑いな、これ。よいしょ。よいしょ。流すじゃないですか、これね。で、この流した時点で、一度ね、味見をしてほしいんですよ。これぐらいの辛さでいけるかどうかっていうね。まあまあ、店のね、それは、好みになるんでしょうけど、まあ、うちではそんなに辛くしない。辛くしたらやっぱ寿司のね味もおかしなってまうんで、まあだいたいちょっと薄いやつと、この中で一番太いやろ分厚いやろなっていうやつ、どっちも食べるんですよ。あーこんな感じか。あー辛っ。うん、ちょっとまだ辛いですね。だからこんだけ辛かったら、食べて辛ってなるんで、これはもう一回ね、茹でこぼしをしないとダメですね。多分ね、まあ今までの経験上 2回やればいけますわ。ほんまやったらな、これもう1回で済ましときたいねんけどな、大変なんでね。で、これをやります。で、まあこれもう一回茹でこぼして、ちょっと洗いながらね、なんかこんだけ洗ったりしたら、洗うというか洗ったらなんか栄養分が逃げるとか言うんですけど、正直もうそんなん僕どうでもいいんですよ。栄養分がどうたらこうたらとか、そんな健康食品の店ちゃうねんから、寿司やねんからうまいもん出しゃいんすよ。なんか生姜がこれで栄養がなくなるとかどうでもいいっちゅうねみたいな話なんですよね。とにかく美味しいのを出す、ただそれだけです。で、ちょっとね入れすぎた。で、これをもう一度、あ、熱いなまだ、これをもう一度、茹でていきます。で、これが2回目の茹でこぼしですね。よいしょ、熱いでこれ。熱っ。あがっ、ほんま熱い。やばい。あ、またけど、熱い。熱っ。あがっ、ちょっと休憩。熱い。ほんま、ほんま。マジ熱いよ、これ。まあ、
ご家庭でやるときはこんな正直大量にやることはないんで、こんな熱いこともないと思いますわ。別にね。よし。おわさわさ。おれ。まあ、水洗いするというか、まあ、ちょっとしたね、汚れ取るっていうのもあるんですけど、熱を冷ますっていう方が大きいですかね。よし。で、この時点で、またさっきのちょっと分厚い方と、薄っぺらいやつと味見。まあ、分厚い方味見しようたら。あ、やっぱりな。2回やわ。皆さん、やはり2回です。全然味違う。まあ、辛いけど、正直、1回目みたいに、もう食べた瞬間、これあかんみたいな感じにはなりませんわ。まあ、このぐらいの辛さに、あ、ちょっと辛いなっていうぐらいで、止めといたら、最後ここから甘酢につけるんですけど、甘酢につけた時に、すんごいちょうど、いい具合になってくれるので、まあ、これぐらいですね。で、ちょっと今日は、この辺で仕込みを終わらしとかダメなんですよ。だから、この続きは明日っすね。で、まあ、このままね、ちょっと熱冷ましたんで、このままボウルの上に置いて、でも冷蔵庫で、1日水切っとく感じです。で、次の日来た時に、水からあげて、で、一回、仮漬けしてから、またさらに絞って本漬けに入るんで、とりあえず、ここで今日は溜めときます。で、ようやくここまで来たんですけど、じゃあこれ見せない意味か。これが、言うたら昨日、もう、そのままね、冷まさなあかんから、水切りながら冷蔵庫入れてた状態ですわ。で、今日、よいしょ。そんな水分出てないですね。で、これを、今からですね、さらに、水を、まあ、なんていうんですか、ガーッと絞って、で、仮漬けっていうのをしていくんですよ。で、この仮漬けっていうのが、これがね、生姜を、ガリをつけてた本漬けの、甘酢なんですよ。で、この本漬けの甘酢を、前回仕込んだ時に使ってたやつね、これ。で、これをそのまま捨てたらもったいないから、言うてももったいないんですけど、これを本漬け、これの本、言うたらこいつの本漬けに使ったら、薄なるんで、なんか甘酢がね、薄なるから本漬けには使われへん。でもこれやったら仮漬け、とりあえずの仮漬けで使えるから、でこれはとりあえず捨てない。で捨てやんと、ここで水が絞って、でここで一回仮漬けしてから本漬けした方がこの生姜に対して甘酢がすごい綺麗に入っていってくれるんですよ。で綺麗に入っていってくれることによって、このガリのめちゃくちゃな辛さとかも緩和されながら、本来の甘酢の味を引き立たせてくれるって感じなんで、ここできっちりさらにね、水気をこうやってね落として仮漬けするっていうのが非常に大事な工程ですね。これをしないと、そのまま直で本漬けしたこともあったんですけど、やっぱりね、味薄くて、なんか、もうちょっとなんか物足らんなっていう感じになってしまったんですよね。まあ、そうなったら本漬けの甘酢を濃くしたらええやんけっていう話なんですけど、いや、まあ、それよりはやっぱこうやってね、きっちり仮漬けして本漬けした方が本来の味になるんで、ブレへんですね、こちらがね。まあ、これもちょっとまあ面倒な作業ではあるんですけど、必ずやった方がいいっす。で、これが全部絞り終わった感じですね。まあ、最初タッパーに入れてたんですけど、まあ当たり前ですけど、
入るわけないですわね。で、ボールに入れ替えて、こういう感じで仮付けします。で、まあ全体的にね、まあここはもうある程度でいいっすよ、別に。全体的に、この、仮付けの出汁が、ちょっとでも馴染んでくれたら、本付けしやすいんで、まあ、何回か、まあ、仮付けの出汁も、量限られてるんで、だからちょっと裏返しながらこうやってね、回転させて、全体的に、こういう風な感じでね、馴染んでいくようにすれば、問題ないですわ。で、この状態を、まあ大体30分ぐらいでいいですけど、まあ30分1時間ぐらい仮付けしてから、で、最後に本付けして終了なんですよ。まあここまで来たら、もう、僕の勝ちですわ。何が勝ちなのかよくわかんないけど、とりあえず、まあ仮付けね、こんな感じで、全体ができるだけ浸かるように、まあラップで、こないして、落としラップしといて、で、これを、ちょっとのまま、冷蔵庫入れますわ。こんな感じですね。で、また冷蔵庫から出して、本漬けするとき、また言いますね。よし。で、この仮漬けしたやつが、今のちょうど1時間ぐらいですかね、経ったんで、これを、本漬けしていきますわね。また仮付けの時と一緒で、このね、仮付けの出汁はちょっと薄いんで、薄いというか、まあまあまあ、水分でね、薄まってるんで、僕でもこれはもうある程度で大丈夫ですわ。で、まあ、またね、これ軽くさーっと絞って、で、このタッパー入れて、本漬けにしていくと。でもちょっと思ってんけど、このタッパーこれ入るかなこれ。これみんなどう思いますこれ。入ると思います？僕結構攻めんの好きなんですよね。入るか入らんかわからんけど、でもとりあえずいけるやろみたいなね。まあ大体いつもね、なんかギリギリ入るんですよね。ぴったり入んの好きなんですよ僕。何の話してんねんって感じやけど。まあこんな感じで今から絞って本漬けしていきますわ。よし。ほんで、あー気持ちいいこれ。ギリギリではないけど普通に入ったな。ごく普通に入りましたわ。で、まあ、この仮付けしたもう、これはもう、終わりですわ。捨てて、で、このね、今から本付けする甘酢なんですけど、一応うち、こういうのは甘酢、これが甘酢なんですよ。これね。甘漬けもそうやねんけど、もうまとめて作るんですよね、基本ね。だから、これのレシピはもう概要欄に載しとくだけになりますわ。で、この甘酢が、うち多分ね、なんか味、この味、ガリの味がめっちゃ変わってるらしいんですよ。まあ美味しいらしいんですけど、なんでか言ったらこの割合が、お酢と、普通やったらお酢と水と、砂糖とかでやるらしいんですよ。もう正直そんな詳しいこと知らないんですけど、うちはお酢と水じゃなくて出汁入れるんですよ。お酢と出汁と、三温糖、砂糖じゃなくて。なんで三温糖にしてるかって言ったら、なんか普通の砂糖じゃなくて三温糖入れた方がうまくなるんちゃうかなと思ってやってみたら美味しくなったっていうだけですわ。別にこだわりとかそんな別にないです。で、割合でいくとお酢が割合2に対して、出汁が1。で、三温糖が 1.2 なんですよ。だから、ちょっと今計算でようわからんけど、例えば、出汁を 600cc 入れたら、お酢は2倍なんで、1200cc。で、三温糖が 1.2 倍なんで、720g を入れて、で、鍋にそれ入れて火炊くじゃないですか。で、火炊いて、で、沸騰仕掛けの直前で火止めて、カツオをちょっとだけ入れるんですよ。またカツオ節。そしたら、このガリにね、カツオの香りがついて、で、めちゃめちゃうまなるんですよ。
なんか普通の寿司屋さんでは絶対そんなせえへんから、だからお客さんでも何て言うんですかね、ここのガリなんかカツオの香りするとかだしの味するとかいうコメントがねちょこちょこあって、でみんなめっちゃ美味しいから食べてくれるんですよ。でもね正直ね、あのこの量が2、3ヶ月でなくなってしまうんですけど、正直ちょっと僕辛いんですよこんだけ時間かかるんですよ、仕込みすんの。この動画見てくれはった人はわかると思うんですけど、だからまあお客さんうちは美味しいわ美味しいわ、ここのガリも美味しいわ言うてめっちゃ喜んでくれはるんですけど、正直ね僕心の中でね、まあ嬉しいっすよ、嬉しいっすけど、最近ちょっと心の中であんま食うなって思ってますもんねほんまあんま食べやんといてって思いますもんね。だって食べられたらまたこの仕込みしなあかんやん、ほんま。まあガリは、ガリの作り方はまあまあまあこんな感じですね、うちはね、うちの作り方はね。で、もっとやっぱり効率いいやり方とか、あればめちゃくちゃ教えてほしいです。それプラス市販で売ってるような、まあ、スーパーとかで売ってるやつだ、あんま全然まずいからあれやけど、市販で売ってるようなガリで、いやいやいやここのガリめっちゃうまいっすよみたいなやつあれば、コメントいただけたらめちゃくちゃ嬉しいっす、めちゃくちゃ助かります。で、ガリ作るだけで1日半、まあ、2日ぐらいかかるんですよね、これ。これはちょっとね、大変僕こういう仕込み一番嫌いなんですよ。だから職人さんとか寿司屋さんでこれ見てくれてる人がいてればもうぜひ教えてください、マジでお願いします、もうお金払いますそれぐらいもう教えてほしいんですよ、これちょっとしんどいんでね、なかなか。まあまあガリの作り方はこれで以上で、ガリの入れてる甘酢をまた、なんかテロップか概要欄に載せときます。ガリはこんな感じです。またいいなとか、共感していただける方いらっしゃったらコメントとか登録してくれたら嬉しいっす。ではまた会いましょう。では。